ナイスショー。うん、戻りました。うん、でもこれ右に打っていくの難しいよね、ここね。何ヤード何番ですか？68ヤード9番。はい、うん、ナイス。寄ってます。よかったです。ナイスオン。ナイスオン。うん、ナイスオン。バーディーチャンス。バーディーチャンスかな。ほのちゃんは前回対決したから知ってるけど、はい、パーとバーディーで勝たないと点数が入んないんですよ。はい、ボギーで、ボギーだったら0点で。なんで、バーディーとの、そう、バーディーかパーとない、はい、で勝たないと点数が入んないんで、そこがちょっと大変です。はい。ね。うん、さあ、二人ともバーディーチャンスです。うん、切れるね。惜しい。惜しい。ナイスパー。ナイスパー。うん、なんか珍しい球が出ましたね。逆球が。あー、これはどうですか。おー、セーフ。それ6番ユーティリティ？5番ユーティリティ。5番ユーティリティ。チェちゃんは5番アイアン。5番アイアン。結構いったね。思ったより曲がった、うん。惜しい。ナイスパー。ナイスパー。ありがとうございます。ナイスパー。よかった。いや、結構パチンって打つんですね。そうですね。怖いですね。遅いからなんとかなります。ああ、そういうことね。
よいしょ、完璧。ナイスショー、ありがとう。いい、ナイスボール。褒めるじゃん。めっちゃ良くないですか？今のめっちゃ良かった。ストレートで。私もストレートにしたいな。ストレートボール。でナイスボール。さっき打ててたじゃん。ストレートボール。ナイスショー、打てたじゃん。打てた、ちえちゃんのおかげ。こうなんか抑えてるような雰囲気で打つ感じね。グッと。え、合ってる？誰が？え、ストレートボール。振ってる？振ってる。振った？よね。いつも通りの。うん、あ、いつも通り。いつも通りみたいです。あ、そうなの。ちょっと難しいな。なんか振るとめっちゃ曲がりません？うん、私上がっちゃう、うん、左に行っちゃう、結構左にね、打ち急ぎみたいな感じかな。飛ばす、飛ばす、グッとね、うん、刻み刻みます、ユーティリティです。いい、ルッキー。何、何ユー？4ユーです。4ユーで、何ヤードくらい飛ぶの？180です。おー、180。落ちてきて、あー、それ何、何？スプーン。スプーン、あー、なんね。何ヤード、何番？92ヤード、52度です。はい。マイソン。良さそう。うん、良さそうだね。はい、ほんちゃんすごい難しいライからの3段目。ちょっと難しいね。マイソン。うまい。うまい。うまく打ちました。うまく打ってた。ナイスです。ナイスパー。うん、ナイスパ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お昼ご飯が到着するまでちょっと撮りたいなと思います。まあ、ほのちゃんは結構出てるからあれですけど、ちえちゃんは、まあ、今日2回目なんで、まあ、ちょっと事前情報をいただいておりますので読み上げようかな。世界ジュニアゴルフ選手権6回出場、確か高校は名門杉並学院ゴルフ部主将、スピードゴルフオープン優勝、ドラゴンプロのライセンスを持っている、はい、などなど今あるんですけど、ゴルフ歴始めたきっかけは何ですか？3歳の時からやってるんですけど、うん、お兄ちゃんがやるのに一緒についてって横で打ってました。へえ、お兄ちゃんもすぐやめました。あ、すぐやめちゃったんですね、はい。なるほどね。でもちえちゃんだけ続けてるって感じ。そうです。あ、そうなんだ。へえ。世界ジュニアゴルフ選手権6回っていうのはどういう大会なんですか？海外？アメリカのサンディエゴで。やってたの？はい。へえ。疲れてございます。はい。そうなんだ。杉並学院は名門なんですか？石川遼。ああ。はい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 。そこで主将されてたの。はい。
厳しいんですか？全然厳しくないです。上下関係とか厳しそう。全然ですね。あ、全然なんだ。大変だったことありますか？勉強が大変でした。勉強がね。スピードゴルフオープン優勝ってあるんですけど、私もスピードゴルフやってみたことあるんですよ、実は。82の、はい、確か70分。え、結構速くないだったんですけど、このちえちゃん優勝した時のスコアとタイムは？去年は9ホールが20分ぐらいで。9ホールのやつもあるんだ。9ホールを2回やったんですよ。あ、へえ。で、うん、その前の2018年は18ホールが60分ちょうどで。おー、早っ。37分。それは優勝するねすごい60分、はい、めっちゃ早くない？それはワンウェイゴルフ。うん。え、それ毎年やってるの？毎年年末に一番大きい大会があって、それだけ出てます。今年は出るんですか？もうなんかそろそろいいかな。うん、そう、出るなら取材しに行きたいですね。悩みます。私も出る。え、そうなんですか？いや、決めてない何もへえ、すごいね。世界大会とかあるらしいじゃん。ありますね。うん、私もやる予定だったんですけど、コロナで。で、できなくなっちゃったよね。はい、うーん。そう。スピードゴルフだったら世界に出れるかもよ。日本代表になれるかもしれない。うん。ね。はい。っていう感じ。一旦ご飯をいただきます。ののちゃん何食べてるんですか？タイ。タイ。タイ丼。タイ丼。この間タイちゃんが食べてたよね。月見でね。うん。あ、ちえちゃんも一緒？はい、私は月見です。月見にしたんですね。